今回は、柳はこのキャラ持ってなかったら使えないって言われてるけど本当？に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。みんな、柳の性能理解できた？アクションがかっこいい。完全に理解した。世の中混沌や、バルンバルン揺れる。どう運用できるでかい人、柳さんは異常が解除されないオリジナル混沌発生させられるとかいうずるいことできるのはわかった。柳はパッと見能力よくわからない。柳はとりあえずぶん殴っとけい。玉成混沌と混沌どっちも起きるんや。校舎は普通に消える。状態異常の敵に特殊強化を打つと口混沌を起こせる。アクションも完全な薙刀ってよりかは薙刀にもなる刀って感じだったな。柳の混沌ダメゾーって柳の極性混沌だけじゃなくて通常の混沌にも乗る感じよな。乗るよ。柳来てもグレイスはまだ前ますか？今ですら性能的には前てないけど好きで使ってるならそのまま使い続けたらいいんじゃない。辛辣で草。春政が電気強行で来るならそっちのがグレイス出番増えるのでは？今でもグレイス混じりの混沌パで激変1分くらいで終わるし、なんでもええやろ。一体何と戦っているんだかジョフはか？柳は春政と相性良くされそうで怖いんだよな。そりゃ同陣営の電気キャラ同士で全くシナジーないなんてありえないし、春政電気支援か強行が濃厚なわけだし、支援で柳ローアタッカーバフ、強行なら霹靂 4Z で強い、みたいなキャラになるでしょ。されそうというかされるんじゃない？そうなると勝手に思ってるわ。柳はバーニスで状態異常にしてから出すキャラっぽいから回らんわ。バーニスいなきゃ誰で混沌すんのって感じ。柳って単体で見てアタッカーとしてかなり使えそう？限定の異常、強行をまだ一人も持ってないから優秀な攻撃役が早く欲しい。柳ロー性能高いタイプなん？混沌という選択肢があるから、表裏論争に対して、どっちでも水準、コンテンツクリア程度、異常の働きができる。ってなるのも異常の強みではある。論理論争とか一部のアホがこいつは表だいや裏だって騒いでるだけのあれでしょ。それに対して、異常は裏でもローでも働ける。って表裏論争、わら、してたんだな。いや、やたら表裏にこだわる人多いから言っただけで。自分は異常に限らず表裏で定義するのはナンセンスだと思ってる。まあそもそも混沌に表とか裏とかないし、ずっと言われてるやん。柳を取るならバーニスも取らないといけないってセット組はお高いけどその分需要は長い。単体で完結されてるキャラほど寿命は短い。今でも息が長い主演パもいるし異常組はしばらくは強いだろうさ。撃破の方が心配になる。全てのキャラが主演みたいにわかりやすい調整されてるならそれでいいけど、実際はそうじゃないから、キャラ出るたびにこれは表だ裏だという尺度で語って右を左をしてるのがナンセンスって話。フィールドに出てるか控えにいるかの割合を表裏でざっくり表現してるだけだろ。このキャラフィールドでもっと使いたいけど控えにいる時間の方が長いよね。お、裏だよね。って簡単に言ってるだけ。表と裏があるから面白い。とりあえず火力高いやつ3人使うのが最適とかお味すぎる。料理論争は前からあったけど、僕の宮城たそが裏なわけないもん。ムービーちゃんと見ろ。あれで裏なわけないだろ。ってやつが現れて暴れてるイメージ。おう、個人個人で好きな運用性や。料理言ってもジェーンセスと柳バーニスでは出る時間の比率違うしな。柳単体でも運用可能？バーニスいなかったら泳ぎじゃない？まあバーニスちゃんがベストフレンドなのは間違いない。玉成混沌の使用次第だけど最悪強撃 450% と熱傷戦 450% で倍率に3倍ほど差が出る可能性がある。まあガチャ前に情報来るから出して待て。感電以外の異常キャラで現状相方できそうなのがバーニスしかいないからね。パイパーは表運用で時間食い合いそうだし、電気染めもワンチャンあるかもしれない。今後実装されるキャラ次第、先のこと考えるなら柳単体でも取っておけ。エーテル異常キャラ来た時が誠の完成になるから。柳と宮城様だけ引く予定してたけど柳はバーニスと相性良さそうだからバーニスも引きたくなってきたし、ライトくんアクション良さそう。宮城引くならライトも引いとけみたいな感じになりそうな。総格ちゃん正直支援キャラとしてはかなり微妙。ルーシーはかなり長生きするだろうけど、柳は数値次第ではジェーンよりヤバいのではこれ。
単体で完結するジェーンに比べたら明らかに必要な手札が多くない？極性混沌自体は柳単体で機能するからほとんど単体で完結してるように見える。ほぼ確実に理論値ジェーン超えは確定だと思うよ。現時点で最強のパーティがジェーンバーニスシーザーだけど、正直ジェーンは混沌とそこまで相性良くないし、そこが柳に変わったら確実に大幅に強くなる。とりあえずコンセプトはっきりしてるから長く使えるタイプのキャラネスタレのカフカもそのタイプでバージョン 1.3 に実装されたけど今でも1000級の活躍してる。カフカは持続のインフラすぎて互換キャラか復刻多めにしてもらわないと持続自体が不遇な環境や。現状はバーニスが相方だろうけどもっと裏運用に割り切った以上の方が欲しい感じがする。もろもろの倍率がいかれてるからバーニスなくても今までの限定よりは強いよ。あったら強すぎるだけ。現状だとバーニスいなくても強そう。混沌と組むってなったらパイパーとジェーンが選択肢になってくるけど、両元爆プラスグルグルを維持するのが面倒そうだったり、柳ジェーンはお互い中途半端になりそうだったりするだけで弱くはないだろうね。混沌パワー当分バーニスの奪い合いになるな。他に裏から火力出せる以上キャラ出す前に強行環境とか挟みそう。ルーシーはイノシシ打ち込むだけでバフと追加ダメージを与えられるんだから、双角も旗を振り回さず即旗上げしてもバフが働いてほしい。雷パでも問題ないって言われてなかった？問題ないけど最強パにはならないだろうね。雷パなら素直に限定雷強行の方が強いだろうし。バーニスは人権じゃないけど柳取るならいた方が超便利。キャラポジ入ればすぐに異常持っていって柳で大火力を出せますって感じだな。ただ柳の殲滅力が下がるからバーニスは取れるなら取った方がいいキャラではある。でも必須じゃない。バーニスが性能人権とか初めて聞いた話だわ。ぶっちゃけ誰もそこまで性能期待して引いてなかったでしょ。バーニスはこれまで混沌パーティー使ったことない人たちが混沌使うようになって表示されてるダメージだけ見て強えって言ってるイメージある。限定としては普通。バーニスシナジーはこれからなのに何言ってんだ。まさか持ってないんか。バーニスは異常の CT 重すぎてあんま強さを実感できなかった。ジェーンと組ませるとセスエリとマジでタイム変わらないからな。柳と組んでどれだけ強いか楽しみだ。厳密にはバーニスも混沌パーティーにおいては素早く混沌を起こすために場に出す回数は他と変わらんから裏じゃなくて付与が早い普通の異常なんだよな。裏の蓄積だけで長時間平均的な付与速度並みに熱唱を起こせるキャラだったら確実な人権になれた。少なくとも次回の柳ライトとは相性いいだろうからな。バーニス宮城が氷っぽいんでそっちでも組めそうっていう。ケイオスと炎極で使い分けできるのいいわ。現状人権キャラなんていないってのは前提として、詳細がわからない宮城まで見据えて聞こうとするのはやめた方がいいと思うし、柳混沌化を作るつもりがないなら復刻待ちでいいんじゃないか。熱唱役としてライト目当てでもバーニスは持ってた方がいいぞ。お前らも混沌ハッピーしたいだろ。バーニス柳で気持ちよくなりたいから確保やわ。ずっと表に出続けるキャラ全員と相性いいでしょ。間にシーザー挟めば大抵のキャラと組み合わせられるだろうし。バーニスパイパールーシーは可愛さと強さの覇権やでエネルギーなしから始まるコンテンツは微妙だけど、バーニスはやっぱり会心ビルドが強いな。バーニスのドライバーで4番の会心率が個人的には一番おすすめだよ。理由は、熱唱ダメージには会心が乗らないけど、エンバー効果の追加ダメージには会心ダメージがしっかり乗るから、マスタリーで伸ばしたダメージよりも、会心が出た方が普通に強いと感じたんだよね。攻撃型バーニス、サブステで会心率と攻撃パーセントをがっつり上げてるの、マジでやばい。ある程度マスタリーもあるし、炎ダメの単発攻撃が高頻度で1万5000ダメを連発して、ブレイク時には3万3000ダメも出るなんて、持続ダメが7万を超えてるし、ゲームが崩壊しちゃうよ。パーティーの幅も広がるし、厳選すれば持続ダメが9万とかも狙えるかもね。4番は会心率、5番は貫通、6番は攻撃だよ。4番が率、5番が攻撃、6番も攻撃で、サブにはほぼ攻撃 12% がついてるよ。攻撃力は4200を超えてるし、ルーシーとシーザーで攻撃6978、持ち貫突でマスタリ300だね。通常攻撃で2万ダメ、
ブレイクで4万3000ダメを連発できるみたい。持続ダメは約8万に加えて、燃焼で26万も常に出せることが分かったよ。バーミスのマスタリーは300より上げる必要薄いね。別にマスタリー自体が火力につながるからあればあるだけ強い。バーミスはこれマスタリー300確保したらあとは攻撃盛る方が良さそう。ジェインさんの異常マスタリー420は大変だったけど、バーミスは300だから結構楽ね。装備のバフも踏まえるとオーバーしちゃうし、4番で攻撃とか持った方が良い。この基準何？全ゼロ素人で恐縮だけど、ジェインはコアパッシブ E で異常回心 100% になる値で、バーミスはエンバー効果の余ダメージが最大 30% になる値だったと思う。コアスキルの効果が最大になる値じゃない？バーミスはまだ帰ってないから見れてないけど、ジェインは420でコアスキルがフルパワーになる。バーミスは別に300が限界値とかじゃないんだ。強化が乗るのが300までで、混沌構成ならもっと積んでいい。混沌なら盛れば盛るほどだけど、控えのサブアタで使うならマスタリーは300で良さそう。異常ダメはマスタリーの他に攻撃力と属性ダメージと貫通率も参照する。この辺をバランスよく持っていくのがセオリー。思ったより火力でないと思ったら熱傷に会心乗らないね。ジェインさんの異常さが際立つ。状態異常ダメージ、しかも単発ででかいダメージ出すタイプの強撃に会心発生するってのが、こんな初期に実装して大丈夫？混沌のダメージのばらつきがすごい。どこかに計算式あったりする？最初に状態異常入れたキャラの異常マスタリ参照なので、ハゲのおっさんが感電にしてから混沌してもカスダメ。先に付与した異常の残り時間に応じて威力が変わるらしい。ジェインさんの強撃は会心ってついてるけど、実質別枠 1.5 倍みたいなもの。持ちで50増えるから250目標やね。4番は会心率に化けた。11くんはジェインの強撃会心に会心ステータスが乗ると勘違いしてそうで、教えてあげたい。このゲーム属性のサイクル移り変わるの早すぎじゃない？敵の弱点合わせないと激闘濃度突破できないし、育成が全く追いつかないんだけど、みんなどうやってやりくりしてるの？耐性なければ弱点じゃなくても強化したアタッカーで S は取れると思う。耐性が少ししんどいくらいで有利属性じゃないとクリアできない難易度じゃないから、育ってるアタッカーで殴る。弱点とか無視で全然いける。耐性持ちにだけぶつけなけりゃ当倍でも割と余裕。どうって課金して毎日長時間プレイしてるだけだが、むしろ属性合わせるために中途半端に育成しすぎなのでは。治安考えれば相性なんて些細なことだよ。もしかして主演さんって一番最初に据えといた方がいいの？いつもパイセン2個主演さんの順で並べてたが。すまん、並びは適当だ。普通に鎮戦闘の方がいいと思う。治安官と猫ちゃんパーティーしか用意してないよ。それで耐性だけ避けてや、今のとこはこと足りてる。一ただいつか避けられぬ耐性が来た時のためと、どちらにせよ迎える S がいて生まれる3パーティー目を見据えてる段階って感じかな。相性悪くて激変取りこぼしても一数百程度ロスするだけだし、スパッと諦めるかな。俺はキャラ引くの23万とかザラにかかるし。次は電気優遇だぞ、モダエロ。コチトラドライバーのメイン揃えるだけでヒーヒー言ってるってのに、せめてジェインさん引いておけばよかったと死ぬほど後悔してる。電気なんてろくにアタッカー揃ってないからゴリ押し突破してるわ。皆さん持ってたら電気染めも組んでみたかったけど、異常キャラは蓄積も相性関係してるから、できるだけ優先してジェインを物理弱点のところに置いてる。もう一方の強行パワー耐性さえなければどこにでも出す。むしろ遅すぎでは。接待してるだけだからガチャ期間とその後1ヶ月くらいなんだから、もうずっと片方主演パ固定側エーテルの接待期間こんなに長くていいの？っていうルーシーをバーミスと組ませるのは良くないんな。ルーシーバーミスパイパーだと柔らか編成んな、気をつけて戦うんな。悪くはないけど、もっとバーミスと組ませて強いのが多いからそっち選択されがちってだけんな。バーミスと組ませるならシーザーが代わりに抜けることになるんな。シーザーシールドとルーシーのバフを比べるとな、ワルシバにパイで行くんな。細かいダメージいっぱい入ってたまに混沌でドカンと減るんな。あとパイパーで表出て殴ってる間にシーザーでパリーできるといいから、この順位なね。
ファイパーばっかり話題だけどブレイスさんはどうなんな。リナは持ってないから試せないけどリナブレイスバーニスで完全滅傷混沌普通に強そうんなが。バーニスとの相性で言ったらはっきり言ってパイパーには全然及ばないんな。炎プラス雷で液体シーンバッタが入れるみたいなのはあるかもしれないんな。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もゼンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。